こんにちは、ハイキュー CH です。突然ですが、私がセリエ A の試合をまとめようと思ったきっかけについて話します。去年セリエ A を追ってた時、試合を解説してくれる動画あったらいいのになぁ、と思ったのがきっかけで今年自分でやりました。視聴者様がこのチャンネルがあるから今年はセリエ A を追うのが楽と感じてもらえたり、日本代表やバレーの理解が深まっていいなと思ってもらえたら私も嬉しいです。さて、今回は12月11日に行われたミラノ対トレンティーノを解説します。ラン選手所属のパドバは明日動画投稿します。監督や選手が参考にするスタッツ表を用いて解説させていただきます。目次をドン。せっかちな方は、概要欄から好きなところに飛んでね。それでは解説させていただきます。セリエ A11 戦目のミラノ対トレンティーノについて解説します。3対1でミラノが勝利しました。ミラノがチームで掴んだ勝利でした。本当に総力戦って感じでした。この日の石川選手は不調でした。レセプションはフローターサーブで乱され、スパイクは非ブロックとミスが多かったです。サーブは好調でしたが相手にうまく切られてしまい、いまいちリズムに乗れませんでした。しかし石川選手のレセプションが乱れてたらエバディプール選手がカバーに入り、スパイクが決まらなかったらメルガレホ選手が交代してスパイクを決め、サーブだってポット選手とパトリ選手がさらにプレッシャーをかけて連続得点を生んでました。石川選手が不調でもカバーしてくれる頼もしいチームメイトたちですね。さらにこの日はミドルブロッカー2人の復帰試合でした。3試合ぶりにロセル選手とピアノ選手が出場しました。ロセル選手はスパイク決定率 100% の活躍。ピアノ選手は途中出場から3本のブロックポイントを決めました。2人とも得意プレーで復帰をアピールしてくれました。2人が怪我で離脱してる間孤軍奮闘してたギゼッリ選手は、2人がいなかった3試合と、今回のトレンティーノ戦で4試合連続でスパイク決定率 70% の大活躍です。石川選手が不調で苦しんでましたが、チームメイトがフォローしてました。試合日の12月11日は石川選手の誕生日だったので、チームから石川選手への勝利のプレゼントですね。全12チームの総当たりが終わりました。トレンティーノ戦はセリエ A 前期の最終戦でした。次戦からセリエ A 後期に入り、もう一周総当たり戦です。石川選手所属ミラノは7位で前半戦を終えました。8位以内なので大きな大会の一つ、コッパイタリアの出場権を獲得です。コッパイタリアは12月28、29と2月25、26に行われます。トーナメント戦で準々決勝を年内に行い、準決勝以降は来年ということですね。ミラノが戦うのはリーグ2位の相手で、モデナかルーベのどちらかです。延期になったルーベ対シエナの結果次第でどちらかが決まります。さて、ここからは次戦の対戦相手について、次戦は12月18日チステルナとの試合です。チステルナは現在8位のチームで、ミラノにリーグ初戦でストレート勝ちしたチームです。ミラノからしたらリベンジマッチになります。前回はチームの完成度の差があって、組織の強さで潰された印象です。チステルナは非代表選手が多く合流が早く、ミラノは代表選手だらけで合流が遅かったからです。しかし前半戦を終えたミラノはチームとしての完成度が高まってます。コンビや守備の連携が良くなった今のミラノなら勝てる相手だと思います。ミラノはポテンシャルが高いチームで、前半戦が終わりそれが発揮されてきたので、後半戦は全勝する勢いで突っ走ってほしいです。今回はこんなところで、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかはお任せします。一緒にバレーを盛り上げてくれると嬉しいです。それじゃ、またね。